3点の変則ウムラウト記号付きの A メタルウムラウト、あるいはヘビメタルウムラウトとは、ヘビメタルバンドのバンド名を表記する際に、特に必然性のないまま装飾効果を意図して、使用されたウムラウトを指す故障である。ロックドットと呼ばれることもあり、M、トンリットル ML トン、RCKDTS と綴る場合もある。記号の本来の働きについてはウムラウトを参照の、こと。 メタルウムラウトはバンドロゴにブラックレター体のタイプフェイスと組み合わせて用いられることが多く映画などのフィクション作品ではパロディーの対象とされることもある典型的な要例はモトリークルー、モーターヘッドなどであるメタルウムラウトは本来の意味での文音記号ではなく発音の仕方を参照するものではないつまり一種の当て字であり英語圏など現在一般に これを用いる習慣のない言語圏においては一種のホーリンブランディングとみなすことができる。主に使われるのはゲルマン系及び北欧の言語表記であり、ドイツ語らしさやバイキング民族のステレオタイプである強端さ、眼顕さを感じさせるためのものと解釈される。またゴシックホラーの要素も取り入れようとしている。可能性も指摘されている。ドイツのロックバンド、 アモンデュール2は1969年にファーストアルバムを出している。このバンド名の由来はエジプトの太陽シンアメンとトルコのフィクション作品のキャラクターデュールであり、ウムラウトの仕様には根拠があったと言える。1971年のイエスのアルバム、サードアルバムに収められたプログレクック曲スターシップトゥルーパーの第3部は WRM と名付けられているが、 この単語は WRM グレイシーションすなわち、アルプス地方の最終表記を指す語の延用とみなせるため、この場合もメタルウムラウトとは断定できない。また発音、ワームに関しても同じ音で竜を指す、声単語が存在している。初めての合理性のないウムラウトの用例は1970年とされており、ブルーオイスターカルトあるいはブラックサバスの作品が、それに当たると言われる。 ブルーオイスターカルトの公式サイトによれば、バンド名ブルーオイスターカルトのウムラウト記号は、ギタリストキーボーディストのアランデーニアの発案であり、一方ロック評論家のリチャード・メルツァーは、自分が提案した言葉であると主張している。メルツァーは、プロデューサー兼マネージャーのサンディ・パールマンが、バンド名の候補を挙げたときに、王の上にウムラウトをつけるのはどうだと提案したが、その理由は、 メタルはワグネリアンっぽいところがなきにしも傷だから空だった。同じ年にブラックサバスの7インチシングル版パラノイドパラノイドのレコードジャケットにおいてタイトルが愛の上に普段の記号を付したパレイドと表記されておりこれもミュージシャンによる恣意的なウムラウト仕様の極めて初期の例である。翌1971年になるとイギリスのサイケデリックロックバンド ホークウィンドが2枚目のアルバムインサーチオブスペースのカバー裏にテクニションス F、スプイスシップアースディスイズアーキャプテンスピーキングアー、オアプトニーズ DEAD との文言を掲載した。ここでは文字表現のバリエーションを得るためにデンマーク語とノルウェー語のフェーズ及びデンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語で用いられるが使われている。また、最後の A の代用 A は、 ハンガリアン・ウムラウトあるいはダブル・アキュートと呼ばれる符号をオフしたもので、これはドイツ語等のウムラウトの点の代わりに日本の短い右上がり秒線を符号としたものである。これは次に述べるモーターヘッドの中心となる、レミー・キルミスターが加わる、以前のホークウィンドでの出来事であった。そして1975年に結成された、モーターヘッドがこれに続く。ウムラウトの使用を発案した。 リードシンガーのレミー・キル・ミスターは、その意図について、悪そうな感じにするためと語っている。モーターはドイツ語には存在せず、ウムラウトを真に受けると、フランス語で対応する語であるモーゥアのような発音となる。ドイツ語の正しい綴りモーター、も、ツーは、むしろ英語のモーターと近い発音である。マトリー・クルーのロゴ入りビールジョッキ1979年1月には、 ヘビーメタルではなく、パンクロックバンドであったが、ハスカー D という名のバンドが結成された。この名はデンマーク語で、覚えていますかという疑問文であり、同じ名で呼ばれているデンマークのボードゲームハスカーズから取られている。そして1980年には、モトリー・クルーマトリー・クルーが結成された。ボーカルのビンス・ニールが、テレビ番組で語ったところによれば、インスピレーションは、 ドイツビールのレーベンブロイの瓶から得たとのことである。彼らはさらに自分たちのレーベルをレザーレコーズと命名している。ドイツで行ったライブではこの綴りによって聴衆がメートリー・クリューイトが唱したこともあり、またハンガリーでも同様に発音されることが多い。1981年に活動を開始したクイーン・スライクは先例と一線を隠し、Y にウムラウト記号を付している。 Y はフランス語でごく稀に用いられ、筆記体で書かれた IJ という綴りが、ウムラウト付きの Y に似るという事情により、オランダ語で比較的よく使用される。クイーンズライクのフロントマン、ジェフ・テートは、かつて Y のウムラウトには相当悩まされた。11年間ずっと発音の説明を試みていると語っている。他の例と異なり、クイーンズライクの場合は、 バンドのイメージをソフトにするためにこの綴りが選択されている。これは元々の綴りクイインズリックが来日に通じネオナチ的なガ意を持つとの誤解を警戒したためである。やや変則的な例では1984年のロブライナー監督の映画スパイナルタップの正式な題名はウムラウトオフしたシーン N よび点のない愛を用いた This is SPN あるタップであり、 この映画は撮影のためにフィクショナルなヘビメタルバンド SPN あるタップを結成させてその活動の様子を記録したセミドキュメンタリーであった。ウムラウト記号付きの N は現実ではグアテマラのマヤ語の一部及びマダガスカル語で用いられている。マイケル・マッキーインが演じたこの映画の架空のロッカーデビッド・ハビンズ、デビッド・ストリート・ハビンズは二つの目のようなもの。 君が見つめると、ウムラウトは見つめ返してくれるのさと語っている。バンドやアルバム名以外では、1990年代半ば以降のニューメタルは、しばしば N メタルと綴られている。また事実に列挙するように、メタルウムラウトは現在では、世界中で用いられており、ヘビーメタル文化に強固に根付いている。現在は、東欧、日本を含め、 ヘビメタルあるいはロックの文脈を有する国であれば、ほぼ世界中に見られる現象となっている。以下は本項目で扱うメタルウムラウトではなく、正当な記号の使用である。ドイツ、北欧、アイスランドなどの関係語意に多く見られる。ヘビメタルとは文脈を意味するが、やはり1970年代前半に、英語圏でウムラウトが、 恣意的に用いられた例として1974年の映画ブレイジングサドルを挙げることができる。この映画にはマデリーン・カーン演じるマレーネ・ディ・トリヒを模したドイツ語なまりの歌手リリー・フォン、シュテップなるキャラクターが登場し、彼女の名前の表記は映画のクレジットではリリー・フォン・スタップであるが、劇中のコンサート告知のポスターではリリー・フォン・ SHTPP となっており、 劇中での故障はウムラウトに影響されていない。名前自体はドイツ語よりもイディッシュ語に似せたものであり、俗語では、と、セックスするという意味を持つ、イディッシュ語のスタップにかけたものとみられる。1980年代半ば、漫画家、バークリー・ブレストが、ブルームカウンティという作品の中でデスチューングなる、架空のバンドを作り出した。これは、メタルウムラウトのパロディである。 さらに作中で、いわゆる過激な歌詞への抗議、啓発活動で知られる、ペアレンツミュージックリソースセンターの圧力を受け、ウムラウトのないビリーザ・ボインガースという名前に解消するという設定になっている。1988年のニール・スティーブンスによる小説、ゾデアックにもポイゼン・ボイゼンという名の架空のメタルバンドが登場する。作中では、ウムラウト2つのバンドにしては、 悪くないと評されている。またウェブコミック作家、スコット・カーツは、自身のサイト PVP オンラインの漫画に、架空のバンド DJRK を登場させた。これは、メタル・ウムラウトの野湯に加え、もともと名前に、ウムラウト記号を持つアイスランドのミュージシャン、ビョーク BJRK が、元ネタとなっている。1997年、アメリカのパロディ新聞ザ・オニオンは、 ユナイテッドステイツタファンス、イメージウィズムラウッツすなわち、合衆国が、ウムラウトでイメージを強化と題された記事を掲載した。これは、アメリカ政府が国名にウムラウトを付すことによって、ヘビメタ的手法により、悪で怖表な姿勢をアピールすることを計画しているという内容である。現実のジャーナリズムにも使用は波及し、ロック評論家のチャック・クロスターマンは二0一年の著書、 ファーゴロックシティに A ヘビーメタルをデッセイ・イン・ルーラル、NRTH ディコッタという副題を添え、またジャーナリストで作家のスティーブ・アルモンドは2002年、ヘビーメタルのツアーの様子を、スパンデックスウムラウトサーキットつまり、タイツとウムラウトの巡業と表現している。ニューヨーク・タイムズのライター、ダン・クレーンは2003年の世界エアギター選手権のリポートを、ビヨント・ロックなる筆名で発表した。 これは、ボーンツーロックの写楽である。テレビゲーム、ギターヒーローに及び、ギターヒーロー3には、ラース・ウムラウとなるキャラクターが登場する。また2007年10月、ゲーム企業ルカサールズ出身のゲーム作家、ティム・シェーファーは、最新プロジェクトが、ヘビーメタルアドベンチャーゲームであり、名称が、ブルートル・レジェンドになると発表している。ありがとうございます。